はい、皆さんこんにちは。いよいよ12月26日かけるホールディングスプレゼンツ A サインボクシングに向けてですね、詳細を発表させていただきたいと思います。今回はクラウドファンディングを行ってですね、皆さんでこの大会を盛り上げていきたいなと。まあ伊藤対三代っていうと、まあ通常ならば後楽園ホール超満員で、まあテレビ放送も当然つくというような、もう、まあ、年に何回かあるかないかの、まあ、後楽園ホールの超ビッグイベントになると思うんだけど、まあ、現在コロナということで、お客さんは700名程度しか入れることができません。テレビは後日深夜放送ということで、実際ライブでこの試合をお届けできるのは会場にいる700人だけと。この試合がですよ、みんな結果した後でじゃないとこの試合見ることができないわけじゃないですか。でもそれってどうなんだ、プロモーターとしてこれだけのカードを用意したにもかかわらずそれでいいのかと、プロモーターとしてね。で僕たちは YouTube で、生配信するという選択をしました。まあ実際ね、テレビがつけばテレビ局から放映料もらって、まあ後楽園ホールで興行やるに越したことはない、そのお金の勘定をすればね。まあただとは言っても伊藤正之はアメリカで世界取った男ですよ。トップランクとも契約してる男ですよ。 YouTube でやろうとは言えないわけですよ。試合すればテレビがつく、その選手に YouTube でやろうとは言えないわけですよ。でもまあ実際8月31日の僕たちの動きを間近で見てた伊藤の方からですね、ぜひ自分の試合も YouTube でやりましょうというふうに言ってくれました。ただ実際そんな簡単なことじゃないわけですよ。テレビ局に講演してもらえれば放映料がもらえる、それで興行を行えるわけですよ。でも YouTube でやるって、自分たちでやるってなったら入ってくるお金がない、全部自分たちで作って全部自分たちで配信から何から舞台設置からしなきゃいけないわけですよ、いうところで、まあすごい僕も葛藤したわけですけども、まあでももう伊藤三代とこの2人が戦うわけですよ。この2人の戦いをやっぱ皆さんに届けなきゃいけないというふうに思ってですね、もう今回、まあ、YouTube で配信するという形に、なりました。僕はですね、現役の時からいろんな国で練習して、その場で試合も見てきて、で今横浜光ジムの会長となってからも、まあ、選手たちを海外で、試合、させる機会がすごく多いんですけれども、去年はアメリカで高橋隆平がニューヨークのマジソンスクエアガーデンで世界戦やって、で、まあ、伊藤正之がフロリダで世界戦やってというので、アメリカのリングにもですね立ってきました。まあ、そんな派手じゃないんですけどね、そんな派手じゃないんですけど、やっぱりなんて言うんだろう、自分がワウワウで見てきたあの世界観、あの素敵な世界観をですね自分で体験して、いつか、こういうのを日本でやってみたいなっていうのはまあ思ってました。で、まあ、今回この試合を YouTube でやろうということになって、じゃあ演出どうしようかと思った時に、あのアメリカで見た景色をですね、皆さんにも見てもらいたいと思ってですね、今回あの舞台を隅田で、再現しようと思っています。いいのかなこんなこと言っちゃって。まあでもね、僕もねイベント会社にですね確認して、俺こういうこと言っちゃっていいですかって言ったら、大丈夫ですって言ってくれたから、だから言っちゃいましたけど、まあ実際本当に素晴らしい会場演出をですね、企画してますんで、皆さんに見ていただきたいと思ってます。伊藤と三代、まあこのカードならば結構ですね、皆さんこれ有料で配信したらどうなんだというふうにですね僕も言われました。まあ1本2000円とか3000円とか、だからペーパービュー方式ですね、まあああいう形で、売り出した方がお金になるんじゃないかというふうにですね言われたんですけども、まあ、僕たち実際それを最初やってました。5年前ですかね、A サインというものを初めて興行をパッケージとして、売ろうということで A サイン始めたわけですけれども、まああの時はもうプラットフォーム、もう500万かけてプラットフォーム作って、カメラ、買って、水道橋に事務所借りて、で興行があった日には、次の日の朝まで寝ずに作業して、それで売れた数が5本とかね、500円で売って5本ですよ。でも毎月の固定費は40万ぐらいかかったのかな。まああれのおかげで本当にですね、うちの会社ガタガタになってですね、残高10万を切ったことがあると、でまあそれでこのままではまずいということで、2年間で撤退したわけですけれども、まあ、それから、YouTube の方に移行して、まあ去年からはね、ボクシング対談というものを始めてですね、もっともっと皆さんに認知してもらいたいと、で認知してもらってそこに興行を、試合を流そうという方向に舵を切ったわけですけども、まあ先日井上尚弥選手がアメリカで100万ドル稼いだとか、
まあ、トップランクと契約する日本人ボクサーが出てきたとか、もう本当10年前20年前じゃ考えられなかったほど日本のボクシングのレベルっていうのは上がってきてます。ただ現状日本のボクサー人口っていうのはどんどん減ってて、それがまたコロナでですね加速度的に、増えていってます。現役のチャンピオンたちが引退して、まあ、まだ名もない4回戦6回戦のボクサーたちも引退してって、どん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 今ボクサー人口減ってます。日本ランキング見渡してもスカスカで、まあ本当2年後3年後のボクシング界のことを考えるとですね、本当に危機的状況であると思います。そんな状況の中、まあ、僕らはですね、かつて自分が例えば辰吉さんに憧れて畠山さんに憧れてボクシングを始めたようにですね、今の若いプロボクサーたちで、これからボクシングを目指そうとしている子供たち、またボクシングファンの方々にもですね、まあ、かっこいいなと思ってもらえるような、そういうイベント、ボクシングって素晴らしいなというものをもう一回そういうふうに思ってもらえるようなイベントにしたいと思っています。まあ、クラウドファンディングを、今回行ってですね、この興行イベントを開催したいと思ってるんですけども、まあ、ぜひですね、こういうコロナ禍の状況ですけれども、ソーシャルディスタンスの座席を作っています。僕たち本当にイベントを盛り上げるために会場作りしてます。ただ、まあ、会場の雰囲気を作るのはボクサーもそうですけども、試合もそうですけど、やはりお客さんの熱というものです。ぜひですね、まあ、こういう状況ですけれども現場で見ていただきたいと思ってます。またね、YouTube で見られる方々もですね、ぜひ面白かったとか、この試合面白そうだなとか、 A サインの活動を応援するよという方はですね、ぜひまたサポートしていただければ嬉しいです。またですね、今回はですね、選手への投げ銭を、再び企画してます。まあ、今回、このイベントに出場する選手たちも今年初めてリングに上がる子たちが多いです。多分迷ったと思います。練習しながらもボクシングこのまま続けていいのかっていう、そういう葛藤を抱えながらね、練習してきた選手たちだと思います。まあ、そういう選手たちが今年初めてのリングに上がるんで、まあ、ひいきの選手がいたらですね、サポートしていただけたらと思います。概要欄にですね、クラウドファンディングの詳細も載せていますので、ぜひご覧ください。